こんにちは、竹谷です。今回はアジカンの遥か彼方のイントロを一緒に覚えましょう。この曲はナルトのオープニング曲としても有名ですよね。リフ自体はパワーコードやオクターブ奏法など基礎的な奏法を学べるので、初心者の方はぜひ覚えてみてください。それでは一緒にやっていきましょう。まずは参考程度に軽く弾いていきます。では弾き方ですか。5弦7フレットを人差し指で、9フレットの4弦から2弦までを薬指で押さえます。そしてこのように弾いていきます。このように2回弾き休む、2回弾き休むとなっています。また休む際は左手で指を浮かすと同時に右手で弦を押さえミュートしましょう。次は5弦4フレット人差し指、4弦6フレット中指、3弦6フレット薬指で押さえます。そしてダウンダウンダウンアップダウンと弾きます。次は5弦6フレット人差し指で、3弦8フレット小指または薬指で押さえ、その他の弦は全てミュートします。そしてアップアップダウンダウンアップダウンと弾きます。次は5弦開放弦、2フレットの4弦と3弦を人差し指で押さえます。そしてアップアップダウンダウンアップダウンアップアップダウンダウンアップと弾きます。次は5弦7フレット差し指で、4弦9フレット中指、3弦9フレット薬指で押さえ、6弦は人差し指の先でミュート、その他の弦は開放弦として同時に弾きます。次は4弦7フレット人差し指で、2弦10フレット薬指もしくは小指で押さえます。そしてダウンダウンアップアップダウンアップと弾きます。次は押さえ方はこのまま人差し指の位置を8フレットにし、同じように弾きます。次は人差し指の位置を9フレットにし、ダウンダウンダウンアップダウンと弾きます。次は先ほどの前半パートをここまで弾きます。そしたらイントロの完成です。はい、というわけで今回はアジカンの遥か彼方のイントロを一緒に覚えようという回でした。僕は普段初心者の方向けにギターの美味しいフレーズやギターリフの解説動画をアップしています。この動画がもし参考になりましたらチャンネル登録と高評価ボタンをぜひお願いします。ではまたお会いしましょう。竹谷でした。バイバーイ。